北東航空軍団はかつてアメリカ空軍に存在した組織。主要軍団レベルの組織であり、冷戦期においてソ連の攻撃に対する早期警戒及び防空任務を負っていた。前身は1941年1月15日に設立されたアメリカ陸軍航空隊ニューファンドランド基地軍団である。1940年に アメリカ合衆国はイギリスに旧式駆逐艦を退与する代わりにニューハンドランド島などの基地使用権を得た。これらの基地を利用しアメリカ大陸北東部の紹介任務を開始したのが始まりである。第二次世界大戦中は大戦紹介を主任務とし大西洋の戦いに参加している。冷戦期の1950年10月1日に北東航空軍団に改編。 主要軍団組織となった。2区は迎撃機を主体とし、グリーンランドも含むアメリカ大陸北東部において、ソ連の爆撃機に対する早期警戒を呼び、要撃任務を主としていた。1957年に戦力の再編成により、戦力は防空軍団及び戦略航空軍団にいか防空任務は防空軍団が引き継がれ、 北東航空軍団は廃止された。ありがとうございます。